はいどうもー、3匹のクロックです。よろしくお願いします。でですね、ちょっと今日はいつもの2人いないです。今日はというか今はいないですね。でと申しますのも、ちょっとこれを見ている太一くん、直樹もさぞびっくりしていることだと思うんですけども、くしひかるがですね、今回編集させていただくんですけど、オープニングのデータの方を誤って消してしまいました。大変申し訳ございません。でですね、早速企画の説明の方させていただきたいと思うんですけども、今回ですね、パンチングマシーンで3人で順位を決めて、ドベだった人間が、ちょっとパンチングマシーンって中二病っぽいじゃないですか。中二病っぽいんですよ。なんで負けた人間は中二病生活一週間っていうことで、一週間中二病っぽい格好をして仕事をしていくと。それではスタート。はい、やってまいりました。待ってまいりました。来ましたよ。じゃあ早速やっていきたいと思います。トノじゃんけんしましょう、順番。大丈夫、じゃんけんぽい。あー、じゃあ俺1番で。1番、2番、3番。あー、最後取りですね。僕が勝ちます。じゃあやっていきます。さあ始まりました。見物だね。いや、見物っす。はーい、一発目やった。やった。泣くな。92、合計301です。じゃあ次、直樹いきます。じゃあ次、直樹の挑戦です。2番目、僕いきます。はい、行ってください。行っちゃって。はい、この時点で2位を確定しました。ありがとうございます。やばい。じゃあ間もなく3番手太一くん始まります。それでは第1投目始まります。重そう。これ何でいく。あれあれ。あれ大丈夫ですか。誰大丈夫ですか。45です。見しちゃってくださいよ。いやどうでしょう。ということで、大地君、罰ゲーム決定。ただ、これ僕ら負けたら1週間じゃないですか。確かに。え、負けたらどうするんですか。中二病生活1週間やります。おー、じゃあいいでしょう。お願いします。とりあえずちょっとルールだけ一回おさらいするために、はい、一回表行きましょう。あ、わかりました。
はい、それでは、はい、あの表まで出てきましたけど、まあ、ちょっと一回ルールをおさらいいたしますと、はい、1000円でまずメダルを買っていただくと、はい、でその差枚で、まあ、勝負してもらう。でちょっとここでさっき、まあ、動画上には映ってないんですけど、1000円で両替してそのままメダルを持っとくっていうのはなしで。あ、OK、それはもう思んない思んない、そんな思んない、ちゃんとやります。そう、早速やっていきましょう。えい、はい、それでは1000円で200枚買えました、はい、で今からやっていきたいと思います。じゃあ来ました、競馬始まりますよ。始まります。66枚です。ありがとうございます。しようかな、どうしようかな。まずこのゲームやっていきまーす。ルールは分かりません。え、全然分かんないですね。じゃあやっていきます。一番最初に見たやつちょっとやってみます。これです。ちょっとルールわかんないですけど、これでやります。このレース見てる時間が暇ですね。時間効率意外に悪いのかもしれないですね。100枚かけて、これでもし当たったらもう僕は触らずにやめます。なんかよくわかんないですけど、結構なくなりました。まずいです、はい、全部いきます。男です、男です。全部いきます。ちょっとこっちわけわかんないんで、向こうに行きたいと思います。すっごいわけわかんないんで、ちょっと変えます。ごめんなさい。お時間が来たみたいです。どうですか、自信の方は。いや、めっちゃあるっすね。まあ、僕はちなみにめっちゃあるっす。めっちゃあるっす、まあ、ただちょっとあの光から出してます。まあ確かに、じゃあ光くんお願いします。光から行かせていただきます。僕はちなみにこんな感じですね。まあちょっとあの、まあ、倍以上は多分あるかなっていう感じです。あ、倍以上はちょっと触らないように行ってよ、ガウキ。じゃあ僕出します。はい、お願いします。ああ、はい、はいはいはい。めちゃくちゃ、もうそこ見えちゃうぐらいですね、僕は。いいっすか、出して。キンサ キンサじゃないじゃん。重さがもう、重さが。これはもう、タシさん。2週間ってことなんじゃないですか、これ。タシさん、タシさん。タイチくん、2週間。中二病生活、おめでとうございます。じゃあ1個いいっすか。いや、ダメです。1個いいっすか。もうダメです。もうダメです。お疲れ様です。お疲れ様です。それじゃあね、ちょっとエンディングの方、ちょっと一回お店の方戻って、はい、撮りましょう。そうですね。はい、結果発表帰ってまいりました。まあ、なるべく人がなりましたね。僕にしかもできないですね。ここまで来たらね、俺にしかできないですね。本当の中二病をちょっと見せてもらって、本当に長崎の野犬と言われたからね。マジで。じゃあまあちょっと次回は大地くんに罰ゲーム決めてもらうってことで、はい、ああもうマジで覚えとけよ、マジで。さあ絶対苦しめれるんで、やられたらやり返しますよ、僕は。ということでね、チャンネル登録、いいね、高評価お願いします。